頭が回る。スタート頭が回る。お前の父親はただのデクノボーだ。今日も全力ぶっちぎり、マキピロくんでございます。はい、今回はですね、超究極なんと追加ミッション来ました。はい、サバチガーデン作戦というものでございます。で、今回はこの攻略と出す方法とかね、皆さんにお伝えしたいと思います。全力ぶっちぎり。はい、まずはミッションを出す方法です。電話をかけます。で、電話のこのスピードワゴン財団というところにかけると、ミッション用のエンリコプッチのクエストが出現します。そして通常のプッチとクエスト内容ギミックが違うので注意してください。あとクエストの出現時間が20分、だからある程度準備をねした状態で出現させるのが一番かなと思います。そしてクエストのギミックの方行きましょう。減速壁とブロック、あと混乱、仲間に触れると攻撃アップ、ハートなしになります。で、反射のキャラクターがね基本的おすすめになります。ということでクエストの解説をしていきたいと思います。はい、じゃあ解説をしていきたいと思います。で、まず編成なんですけど、ドンキホーテ2とジョータロとなっております。で、ドンキホーテのコネクトスキルの方は発動しておりません。だからアップポジションキラーとかは乗らないんですが、このね状態異常回復、その目的で入れてます。あとは超バランスの補正ですね。はい、で、ステージの紹介なんですけど、天使、これは毎ターンね、この1っていう、毎ターンというかね、この1っていう数字がバリア付与になります。こちらのバリアをつけてくれるといった形になります。そして、倒すと HP の回復になります。で、ちなみにこの天使ちゃん、味方に触れて攻撃力を上げた状態じゃなくても、弱点をこちんと殴ることで潰すことができるんで、HP がね危ないなと思ったら、あの天使直接弱点を殴りに行くといったね方法を取ってもらえれば HP 回復します。あとこのステージの上の数字、この外の数字っていうのかな、あれなんだけど、この3っていう数字、ここの大きな3っていう数字までに抜けないと即死になります。だからそれまでに必ず抜けるようにしてください。で、ちょっとねカブトロスの説明したかったんだけどちょっと潰しちゃったんで、はい、でこれでね抜けました。はい、バトル2の方から、魔導士が出てきます。で、魔導士のこの一番大きな数字、こちらはカブトロスの左下が即死攻撃になるんだけど、これのターンを短縮してきます。ターン、これのっていうか全部のターンを短縮してくるわけなんだよね。だからそれまでに必ず魔導士をザーッと潰してやる。はい、こんな形で潰してください。そして、このカブトロスなんですけど、右下の数字、これね全体に向けてロックオンレーザー放ってきます。だからロックオンレーザーと混乱、この今ステージ外左上の2っていう数字あるでしょ、今1になりましたね。次、カブトロスの攻撃を受けるとバリアをレーザーで剥がされて混乱を受けるといったね状態になります。これ必ず食らっちゃうので、だから、カブトロスをねなるべく早く処理しないと、こういった形で、レーザーと混乱と同じタイミングで飛んできます。だから確実に混乱しちゃうといった形になっちゃうので注意してください。で、ちょっと、今の補足というか、重要なことなんですけど、まず天使のバリアで、混乱を防ぐことができる。そして全体レーザーとか先ほどのね、攻撃ですね、ああいったものを食らってから混乱を食らうと必ず混乱状態になります。で、これはバリアを破壊されて混乱っていうね流れになってるので、ここをまず注意してください。で、ここはない、ここはね混乱降ってくることはないんですけど、混乱をされるターンと、あと敵の攻撃、バリを剥がされるターン、ここをちょっと意識しておくと、攻略としては安定するんじゃないかなと思います。で、この黒い天使ちゃん、1体残しておくとバリア付与になります。で、同時に潰すとこのクロスどころが発動してダメージを受ける、要はねバリア剥がされちゃうんですよね。だから必ずバリアをまとった状態でここを抜けるっていうのが重要なポイントになります。
はい、ボス戦になります。でボス戦も、1ターンで混乱が落ちてくるので、多分このボスのプッチの右か左上どっちかなんだよね、混乱で。ここではい、こういった形で混乱を放ってきます。だからバリアを、した状態で抜けないといきなりね混乱からスタートすることになっちゃうので注意してください。そして次なんだよね、次の3ターン、これ、1、2、3、3つありますよね。1つは幻想壁張る、1つが混乱、そしてもう1つが、全体に対してのロックオンレーザーになります。だからこの攻撃を受けると全員が混乱する、バリアを剥がされた上で混乱するといった形になるので、ちょっとそこ注意してください。でそれを回避するにはやっぱ遅延入れてあげるとかね、例えばパックで遅延を入れてあげる、もしくはジョータロウのスタープラチナで遅延を入れる。だから結構早めにここのステージ1本打っとくと安定して抜けると思います。ジョータロウのスタープラチナは2体いる場合はここで1本打って最終で1本打つと楽かなと思います。ジョータロウ3体いるときは各ステージで1本ずつ打っていく、そうすると、混乱とかもねあんまされずに安定して攻略することができると思います。味方に触れる必要とかもあるので、あとは、このガンマンの猫ちゃん、猫ちゃんは基本的上の方はねまだ置いといても大丈夫です。で左側はどうしてもルート、入るルートを作るために左は優先して潰した方がいいです。あえてね重なって、受けるとむちゃくちゃ痛いので、ただバリアがあればあれもある程度軽減できます。でここはもうね無理しない、無理せずに、で次のジョータロウのストライクショットで、抜ける。で今回はボスを倒すとザコも撤退するんで、基本的に、いや危ねえなと思ったらザコ無視してボス特攻 HP を削り切るっていったねことも重要になってきます。でジョータロウのストライクショットはボス必中になるんで、とにかく味方に触れておく、それだけかな。はい、で味方に触れて攻撃力が上がった状態で、ザ・ワールドのスタープラチナを放つと、ロロ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 。だからボス1と最終ぐらいで打つっていうのを頭に入れとくといいと思います。で他のキャラクター、ドンキホーテじゃなくてもいいんだけど、他のキャラクターはそこで SS 打つ。でこれね変に暴れて HP 削っても、ちょっとまずいなと思ったんで、今のはバリア剥がしちゃうとね混乱するキャラクターが増えちゃうんで、で今のはああやって味方のねバリアを剥がさないようにしました。でここでストライクショット打ちます。だから基本的最終はジョータロウのストライクショットがある状態だったらドンキホーテ2本打っちゃってもいいです。ここでドンキホーテのストライクショットでもかなり削れます。これね結果抜けちゃうんですよ、パカーンって抜けちゃって、で暴れてなんか知らんけど結構削れるんだなと思って、全然期待してなかったんですけどね、自強化ぐらいの感覚で打ったんですけど、でもドンキホーテの SS 時期良かったかな、ちょっとテロップ出しておきますね。で、ここではめ込む。で怖かったらねパック使ったりとか、すればいいと思います。最終でね一本残したんで、シールドとねこのプッチ神父の間がねめっちゃ狭いんですよ、隙間が。だからちょっと注意してください。苦手だっていう人はジョータロー3本積むとかね、そうすると結構安定して攻略できると思います。ただ混乱だけはね、ほんと混乱のタイミングとか、この剥がされるタイミングとかね、そういったのを理解しないとちょっとしんどくなると思うので、そこだけ注意してください。東京って打っちゃいましたけどハマっちゃいました。なんでほとんど火力にはならんかったですね、でも問題ないです。で次でジョータロー打ちます。でちょうどいいとこにいたんで、で弱点が横に来た、はい、SS を打ちます。でもうここで、削り切るっていうのもいいんだけど、右側にはまっていく、ギリギリ右に行っちゃったら最悪だなと思ったんで、ちょっと弱点に止まれなくてもいいからストライクショット打ってます。で全体に遅延をかける。
ファストアプローチかっこいいな、やっぱな。かっけえ。だいぶ削れましたね。なんで、このドン・キホーテで、次のジョータローである程度暴れたいなと。うん、まあ、上に弱点来たら上はめたいなと思ってるんで、まず状態異常を直します。直しに行った結果、なんか知らんけど、はまったと。あそこはね、狙ってもないですね。で、ここで、上をね、狙いに行きます。下弾きの上、左反射の最後に天使の右側に当てて上にはめようと思ったんですが、ちょっと角度をミスっちゃいました。で、ドン・キホーテがあの位置なんで、天使に当ててからこのプチ神父の頭の上に入っていく。ある程度削って次のジョータローで決めてやろうと思ってたら、ここで削り切っちゃったっていう形ですね。はい、こんな形で攻略の方できるので、皆さんね、よかったらやってみてください。これね、これ原作知ってる人はさ、ちょっとあ、こっちもいいなって思うよね。まあ詳しく言うとね、ネタバレになっちゃうであれなんですけど、でもう一つの編成というか、うん、ジョータロウね3体でちょっと試してやってみたんで、まあそちらもねちょっと解説の方をしていこうかなと思います。称号とね、あのなんだマークが、もらえます。はい、で、今度はジョータロウ3枚とドン・キホーテ1、これ実際やってみた使用感としては、うん、こっちの方が楽だった。で今回はドン・キホーテの、うん、火力はだいぶ下がってます。その分ジョータローの火力を上げたっていう形だよね。で何がしたかったかっていうと、ストライクショット1本ずつ打ったらめっちゃ楽なんじゃねえと思って、それの検証のためにちょっと、ジョータロー3体挑んでみました。っていうのもさ、やっぱボス2であそことシールドとプチ神父の間に入れないっていう人もいると思うんだよね。だけど、ジョータロー持ってるっていう人だったら、うん、まあ、結構楽に攻略する方法あるんじゃねえかなと思って、まあ、それを検証したくて、来ました。なんで、ストライクショット打ちます。まあ、混乱をね、受けたくない。うん。で、ドン・キホーテはね、さっきは2枚積んでたけど、今回は1枚なんで、余計、なおさら。で、ゴリゴリ殴っていくと、なんかちょうど止まったんですよね、弱点のところにね。ドンピシャで止まったんで、1段階目でも結構持ってたと。でチェーン入ってるんで混乱受けません。だからまあゆっくりね、しばき上げていく。なんだけどちょっとしたコツなんですけど、今ねバリアがない状態なんですよ。でこのまま抜けちゃうと、バリアがない状態で抜けちゃうと、次のステージ入った1ターン目に混乱受けちゃうじゃないですか。だからここはプチ神父削らないようにギリギリでちょっと調整してます。避ける形。危ないね、危ない、めちゃくちゃ危ないこれ。ミニ残ったからよかったけど。でここでバリア付与を受けた状態になったので、抜けます。だからこういったことができるようになってくると、かなり安定して攻略の方できると思います。で極力ねステージ抜けるときはバリアをまとった状態で抜けていく。そうすると動き回ったときにHP をねゴリゴリ削っちゃうっていうことがないと思います。でここも危ねえなと思ったらね、ストライクショットを打っていこうかなと思ってます。でこれシールドと弱点の間にシールドの横に、ね、弱点が必ずあるんで、これスタープラチャのね、火力も出せるんじゃないかなとか思ってたんですけど、どうせやったら2段階目の方で打っちゃえと思ってやったら、はい、飛んじゃいました。こういうこともね結構あるみたいです。ツイッターとかでもね、こう飛んじゃったとかね、飛んでクリアしたとかね、いうツイートとかも結構見ましたんで、まあ、こういったのもね、よかったら参考にしてみてください。はい、いかがだったでしょうか。よければチャンネル登録、高評価、あとベルの通知よろしくお願いします。ということで今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。それで皆さん、せーの、いい目見れよ。ありがとうございました。今回は一人なんでおまけはなし。あばよ。